ばないボールを解析した結果。本当か？飛ばないボールのデータ。NPB とプロ野球選手会の事務折衝が行われ、現場から飛ばないとの声が出ている、統一球について、選手会の森事務局長は、NPB 側に選手の感覚を伝えた。野手は飛ばなくなっている感覚を持っていたが、今は以前のような感覚に戻ってきている、という選手もいた、と話した。先週届いた救援後に使用する統一球の反発係数試験データは、反発係数内だった、と明かした。救援後のボールの反発係数を調べたんかい。開幕からのボールは？実際に使用された試合球と反発係数試験した球が同じかなんて保証はどこにもないしな。数年前からの選手の証言から効力係数やろ。規定を変えた方が良いのでは。サイレントで変えるのやめえや。水野と NPB は前科持ちだからな。今も飛ばないからもっと飛ぶようにしてよ。ボール自体が原因じゃなくて気温気圧湿度とかの外的要因が原因説も一応あるからな。ただ飛ばないのは偶然ではないやろ。統一球、廃止してみないか。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。